1868年に開業したロンドンのセントパンクラス駅とミッドランドホテルビクトリアン様式は19世紀半ばから後半にかけての一連の建築のリバイバル様式である。ビクトリアンはビクトリア朝時代と呼ばれるビクトリア女王の知性を指す。この時代、ビクトリアンと呼ばれる様式が建設に使用された。しかし、ビクトリアン様式の多くの要素は ビクトリアの知性の後半にはあまり使われなくなっていた。この様式にはしばしば歴史的な様式をいく文化変更した解釈と折衷的な復活が含まれていた。この名前は建築様式に君臨する君主の名前をつけるイギリスとフランスの慣習を表している。この様式は同様の命名法で分類されるジョージアン様式の後で後に摂政王大使ジョージにちなむ ディージェンシー様式、エドワーディアン様式が続く。ケンブリッジのセルウィン大学19世紀初頭には、パラディアニズムの対象性に対する反応として、ロマンチックな中世ゴシックリバイバルスタイルが開発され、フォントヒル修道院などの建物が建てられた。19世紀の半ばまでに、新しいテクノロジーの結果として、建設は、金属材料を建築コンポーネントとして組み込むことが、 できた構造は鋳鉄と連鉄性のフレームで組み立てられたが張力が弱いためこれらの材料はより構造的に強靭な鋼により段階的に置き換えられた鉄骨構造の最も優れた設計者の一人はクリスタルパレスの建築家のジョセフパクストンであるパクストンは現在も人気のあるイギリスのルネサンス様式でメントもアタワーズなどの住宅も建設し続けた。 繁栄のこの時代に新しい建設方法が開発されたが皮肉なことにアウグストスピュージンなどの建築家によって開発された建築様式は通常、解雇的でしあった。スコットランドではグラスゴーで修行した建築家アレクサンダー・トムソンが商業建築に中鉄と鋼を使用した先駆者であり、新古典主義の伝統とエジプトや東洋のテーマを融合させて真に 独自の構造を数多く生み出した。この時期のその他の著名なスコットランド建築家は、アーチバルド・シンプソンとアレクサンダー・マーシャル・マッケンジーであり、アバディーンの建築には、様式的に多様な作品が見られる。スコットランドの建築家はこのスタイルを開拓したが、すぐに、イギリス中に広まり、さらに40年間人気を博した。過去の保存と再発明におけるその建築的価値は、 重要である。その影響は多様であったが、それを実践したスコットランドの建築家は、建築、目的、日常生活を有意義な方法で融合させる、ユニークな方法に触発された。ロンドン自然史博物館の中央、ホールビクトリア朝様式は、同時の唯一の建築様式ではなく、この時代の前に始まったリバイバルの一つである。これらの様式は、その期間に建てられた、 多数の例があるため、19世紀と強く関連している。ビクトリア町の建築には、有名な建築家エリオット霊に触発された、複雑なウィンドウフレームが数多くある。チャイナバーチャンツバンクビルディングは、中国の上海にある、ビクトリア様式の建築の一例である。18世紀には、数人のイギリス人建築家が、植民地に移住したが、19世紀に、 大英帝国が定着したため、多くの建築家が彼らのキャリアの初めに移住した。アメリカを選んだ人もいれば、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドに行った人もいる。通常、彼らはイギリスを去った時に流行だった建築様式を適用した。しかし、世紀の後半までに輸送と通信が改善されたことで、帝国の遠隔地でも雑誌、ビルダーなどの出版物に、 アクセスできるようになった。したがって英語の建築の影響は世界中に広がった。ウィリアム・バターフィールドやジェイコブ・レイ・モールドなど著名な建築家数人が世界中でイギリスから派生したデザインを制作した。メルボルンのコリンズ・ストリートにある近代的な高層ビルはビクトリア朝時代の建物を保存するために意図的に通りから離れている。 オーストラリアのほとんどのテラスは保存されている。写真は、シドニーのビクトリア常用式のテラスビクトリアンは、オーストラリアで栄え、1840年代から1890年代にかけてビクトリアとニューサウスウェールズ州で、ゴールドラッシュと人口ブームが起こったと一般に認識されている。優勢だった15のスタイルがあった、アーツクラフツスタイルとクイーンスタイルは、 1890年から1915年までのフェデレーション様式の一部とみなされている。香港はイギリス統治時代、西洋建築の影響を強く受けた。香港のビクトリアン様式の建築には次のようなものがある。ビクトリアン建築はアイルランドにあるが、ダブリン、リメリック、コークの都市で最も有名なジョージア様式の建築よりもはるかに少ない。 ダブリンのビクトリアン建築には、ジョージズ・ストリート・アーケードやバゴット・ストリートのダブリン王立病院などがある。ブリティッシュセイロンのイギリス植民地時代、スリランカ・ロー・カレッジ、スリランカ・工科大学、ゴールフェイス・ホテル、ロイヤル・カレッジメイン・ビルディング。ペインテッド・レディースは、カリフォルニア州サンフランシスコにあるビクトリア様式の建築の一例。米国では、ビクトリアンの建築は、 一般的に1860年から1900年の間に最も人気があったスタイルを表す。これらのスタイルのリストには最も一般的には第二帝国、スティックイーストレーク、フォークビクトリアアサ、クイーンワン、リチャードソンロマネスク、シングルが含まれる。イギリスと同様にゴシックリバイバルやイタリアンの例はこの時期にも作られ続けたため、 ビクトリア朝と呼ばれることもある。一部の歴史家はゴシックリバイバルの後期をハイビクトリアンゴシックと呼ばれる独特のビクトリア朝様式と分類している。スティックイーストレイクはスティックとアン女王から派生した幾何学的な機械カットの装飾方法で独特のスタイルとみなされることがある。一方、ペインテッドレディースや ジンジャーブレッドなどの用語は特定のビクトリア町の建物を表すために使用される場合があるが特定のスタイルを構成するものではありません。建築様式の名前は国によって異なる。多くの家はいくつかの異なるスタイルの要素を組み合わせており特定のスタイルと別のスタイルとして簡単に区別できない。サンフランシスコの16番街にあるビクトリアンの ファサードアメリカ合衆国では、この時代に大きく発展、または再建された注目すべき都市には、アラメダ、アストリア、アルバニー、ディール、トロイ、フィラデルフィア、ボストン、ブルックリンハイズ、ニューヨーク市のビクトリア町のフラットブッシュセクション、バッファロー、ロチェスター、シカゴ、コロンバス、デトロイト、ユーレカ、ガリーナ、ガルベストン、グランドラピッツ、ボルチモア、ジャージーシティ、ホーボー県、 ケープ名、ルイビル、シンシナティ、アトランタ、ミルウォーキー、ニューオーリンズ、ピッツバーグ、リッチモンド、セントポール、ミッドタウンにあるサクラメント、アンジェリーノハイツとエストレークロサンゼルスなどがある。サンフランシスコはビクトリアンの建築物で広く知られている。特にヘイト・アッシュベリー、ロワー・ーヘイト、アラモスクエア、ノエ・バレー、カストロ、ノブヒル、 パシフィックハイツ周辺地域でよく知られている。多数の保存状態の良いビクトリア町の建築物がある歴史地区オールドウェストエンド地区の住宅建築の例どれかが現存する最大の例であるかについては多くの資格とともに議論されている。オンタリオ州トロントの上流諸地区には北米で最大かつ最も保存状態の良いビクトリア町時代の産業建築のコレクションがある。 キャベッジタウンは北米で最大かつ最も連続的なビクトリア朝の住宅街である。トロントのビクトリア朝地区には別館、パークデール、ローズデールなどがある。米国ではボストンのサウスエンドは国家歴史登録財によって国内で最も古く最大のビクトリア朝地区として認められている。ケンタッキー州ルイビルのオールドルイビルも 全米最大のビクトリア朝地区であると主張している。バージニア州リッチモンドにはビクトリア様式の大きな地区がいくつかあり、最も有名なのはザ・ファンである。ファン地区はリッチモンドの最大かつ最もヨーロッパの地区として地元で最もよく知られていて、米国で最大の隣接するビクトリア朝地区として全国的に知られている。オハイオ州。 トレドのオールドウェストエンド地区はミシシッピ側の東にあるアメリカ合衆国で後期ビクトリア朝とエドワード町の家の最大のコレクションとして認識されている。ミネソタ州セントポールのサミットアベニューには国内で最も長いビクトリア様式の住宅がある。オハイオ州シンシナティのオーバーザラインは初期のビクトリア町のイタリアン建築のコレクションが最大であり、 19世紀の無傷の都市地区の例である。1886年に出版されたアルバートレビの写真アルバム L ・アーキテクチャ・アメリカーノは北米で建築された新しい勢力をヨーロッパで初めて認めたものであろう。ビクトリアン建築のランドマークを保存するための取り組みは継続しており、多くの場合、ビクトリアン協会が主導している。 このグループが最近取り掛かったキャンペーンは、公益事業会社が現在廃止されている200近くの構造物を破壊する計画を発表した後のビクトリアンのガスメーターの保存である。ありがとうございます。